後半戦は立正大学のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーを務めますのは立正大学55番の岡尾の聖徳深谷高校出身の1回生が務めます。さあ、箱をリターンに入ります。このリターンに粘りまして、箱王子自陣40ヤード付近からの攻撃となります。箱王大学自陣41ヤードからファーストダウン10。さあ、まずランニーバックにトスをしてのスイープレー、キャリオ君をランニーバック99番につかせました。このラン約4ヤードの原因となっています。ランニーバック99番は稲垣、白鴎大学芦川高校出身の3回生。白鴎大学セカンドダウン6、ボールオン自陣45ヤード。それを立正大学52番が急にした。パスを投じる前に倒しました。約10ヤードのロスを奪っています。見事 QB サック決めました立正大学52番は塩田、鹿児島県立伊集院高校出身の3回生です。さあ、大きく交代を重ねました白鴎大学、サーダウン16の状況に入ります。ボールオン自陣35ヤード。インターセプト、タッチアウト。ここで箱をパスプレーに出ましたが、しかしそのパスを取ったのは立正大学の1番、そのまま左サイドライン駆け上がり一気にタッチアウトしました。立正大学6点獲得。見事インターセプトリターンタッチアウトを決めましたのは立正大学1番の佐藤、3回生のプレーヤー、見事なプレーを決めました。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。キック成功、1点追加、立正大学35点、白鴎大学3点となりました。取り切ろう。
この地点でエリアリーグのルールによりまして得点差が31点以上開きました。時間の進め方がここより変わります。ランタイム、プレー、成否に関係なく時計が回り続ける形に変更となります。本来アメリカンフットボールはランプレーおよびプレーの止まり方によって時計の進み変わりますが、しかし得点差これ以上開くことを想定しまして、ここでランタイム、時計をそのまま回し続けるという状況に変わります。さあ箱台リターンに入りました。このリターンは箱大学陣23ヤード付近でアウトバーンズ、この位置からの攻撃と箱大学変わります。白鴎大学自陣23ヤードからファーストダウン10。さあまず中央のランプレーを展開しました。ランニングバックの突破力によりまず状況打開を図りましたが、ゲイン約2ヤードにとどまっています。白鴎大学セカンドダウン8、先ほどのランプレーキャリアは47番の中谷でした。白鴎大学芦川高校出身の4回生。ここでクォーターは勝ち1、パスを投じようとしましたがターゲットを見つからずスカン、緊急発進のランプレーに切り替えまして約3ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル。ここで反則が発生しています。フィールド上にイエローフラッグ、反則発生があったというシグナルが出ております。この反則は果たしてどちらのチームとなっているでしょうか。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、相手オフェンス選手のフェイスガードを掴んで倒す反則をしました。この反則は非常に危険な行為のため重大な反則として扱われます。反則発生地点から15ヤードのバッタイ、従いまして白鴎大大きく前進してファーストダウンと変わります。白鴎大学自陣45ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック8番、ワイドレシーバー、タイトエンド96番にパスを通しキャッチアンドラー、約9ヤードのゲインとしています。
パスを投じました。クォーターバック8番は吉田取りました。タイトエンド96番は原田。ここで負傷者発生によるレフリータイムアウトが入ります。アンカー大丈夫、試合再開となります。白鴎大相手陣46ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。プレーにより攻撃権更新を図りました。託されましたのはキャリア47番でしたが、これは立正大ディフェンス殺到しノーゲインとなっています。攻撃権一つ失いまして白鴎大学サードダウンに変わります。白鴎大学サードダウン残り1ヤード、ボールオンは相手陣46ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは特定の選手以外揃ってスタートしなければいけません。プレー開始前に1秒間の静止が守れずフライングをしてしまったことにより5ヤード抜退。サードダウン6で試合再開となります。白鴎大学自陣49ヤードからサードダウン6。不成功。ここでクォーターバック8番はロングパスを投じましたが、しかしこれは立正大ディフェンス陣が集まっておりパス不成功となりました。白鴎大フォースダウンに変わります。白鴎大学フォースダウン6、パントフォーメーションを取りました。このバントを立正大学はフェアキャッチ、ボールを抑えまして立正大学自陣28ヤードの位置からの攻撃と変わります。ここで負傷者が発生しているため、ここでレフリータイムアウトが入ります。
試合再開となります。立正大学自陣28ヤードからファーストダウン10。そしてここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則はいずれのチームにあったでしょうか。先ほどのプレー、立正大学ボールを抑えておりました。しかしここで白鴎大学にパーソナルファウルの反則がありました。個人的なラフプレーによるパーソナルファウルは重大な反則として扱われます。この反則によりまして白鴎大学15ヤードの罰退を受けます。これにより立正大15ヤード前進しての攻撃更新という形になります。立正大学ファーストダウン。プレーが終了した際後にラフプレーがあった模様です。ここを逆転のチャンスとしてボールを取りたかった白鴎大、ここで感情高ぶりラフプレーが出てパーソナルファールを受けました。立正大学結果的に相手陣45ヤードからの攻撃となります。現在 YouTube コメントの方の確認が遅れておりましたが申し訳ございませんでした。多くの方々のメッセージありがとうございます。今応援している選手たちが活躍していることを願っております。失礼しました。攻守交代となっています。攻守交代です。失礼いたしました。攻撃権交代となっています。先ほどのファンブル、ボールを抑えたのは白鴎大学でした。反則はこのプレーが終わった後の行為でしたので結果的に15ヤードの罰退を受けます。しかし攻守は交代となりました。白鴎大学の攻撃です。状況確認誤りまして失礼いたしました。白鴎大学自陣45ヤードからファーストダウン10。さあまずオプションプレーによる展開を図りました。クォーターバック8番、しかしこれを立正大学85番見事に対応しましてノーゲイン。立正大学ディフェンス陣素晴らしくこの白鴎攻撃を展開させません。素晴らしい対応しましたのは立正大学85番の野中、東京都立金沢老高校老学校出身の4回生です。さまざまなハンデを背負いながらもしかしアメリカンフットボールで活躍をしております。さあ試合再開となります。白鴎大学セカンドダウン10。
ターショット。加工大ここパスプレーで突破上がりましたが、そのパスを取ったのは立正大学24番インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたが、立正大学24番の大久保、加茂高校出身の3回生。立正大学相手陣32ヤードからファーストアウト。ここでホイッスル。現在チェーンのセット位置の再確認が行われています。試合再開です。立正大学相手陣32ヤードからファーストダウン10。南二枠0番ハンドオフ、奥で左オープンへのランプレー。見事相手ディフェンスの隙間を縫うように約5ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル。時計の訂正をいたします。3分46秒に訂正します。先ほどのランプレーセカンドエフォートありまして、約8ヤードのゲインとなっていました。そしてここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ白鴎大ディフェンス陣殺到しまして、このプレー潰したかに見えましたが、このイエローフラッグ反則がいずれのチームにあったか。この反則は無効です。反則はありませんでした。フラッグそのもの無効となりまして、 QB サックです。白鴎大ここでディフェンス奮起しまして約10ヤードのロスを奪っています。立正大学サードダウン12、ボールオンは相手陣39ヤード。パス成功。ここで内側に切れ込んできたワイドレシーバー3番にパスを通しました。約8ヤードゲインとなっています。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。見事なパスキャッチを決めましたのは立正大学の3番清水、山梨県立、失礼しました、高校名確認できず申し訳ないです、3回生のプレイヤーが見事なキャッチを決めました。北の森高校と読ませていただきます。そしてここで立正大学後半1回目のタイムアウトを取っております。
試合再開となります。立正大学フォースダウン3、ボロン相手陣29ヤード、プレーを選択します。ギャンブル、攻撃権更新にならないと攻守交代になる。この状況をあえてプレーと選択しました。これをランプレーで突破しようとしましたのは立正大学。しかしそれを読んだか白鴎大96番を筆頭にディフェンスライン陣が殺到。このランプレー阻止して終わらせました。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代です。ターンオーバー。白鴎大学攻撃権取り返して自陣28ヤードからファーストダウン10。パスでゴール、ターンオーバー。なんとここでボールをキャッチしたタイトエンド96番のボールを立正大学84番号を出す。見事ボールをスティールしまして攻守交代です。ターンオーバー。素晴らしいプレー決めたのは立正大学84番の大沢、千葉英和高校出身の4回生チームキャプテンです。これにより立正大学相手陣21ヤードからファーストダウン10。ここでクォーターバックが右にハンドオフェイからブーツレック、ブロッカーがいないオープンの状態から右に流れてワイドレシーバー3番に見事にパスを通しまして攻撃権更新です。パスを通りました9番の選手見事にキャッチしまして攻撃権更新です。立正大学ファースター、素晴らしいパスキャッチしましたのは9番の相馬、茨城県立土浦第三高校出身の2回生です。タッチダウン。このゴール前状況で立正大学ランニング枠0番ハンドオフを受けて左オープンに展開しタッチダウンとしました。6点獲得です。さあ、そして立ち上がるとのトライフォーポイントに挑みます。キック成功し1点追加、立正大学47点、白鴎大学3点となりました。どうしようかな。
そして得点を挙げました立正大学のキックオフで試合再開となります。さあこのキックオフのボール押されたのは立正大学のように見えましたが判定を待ちましょう。立正大学の攻撃となります。キックオフのボールはキックオフ地点から10ヤードを超えればどちらが抑えても構いません。抑えた側の攻撃となります。最初にこれを抑えたのは立正大、従いまして立正大学相手陣2ヤードからの攻撃に入ります。白鵬大キックオフのリターンの際カバーをする判断を誤りました。立正大学ファーストアンドゴール。タッチダウン。これを立正大学クォーターバック18番自らボールをエンドゾーンに持ち込んでタッチダウン。立正大学6点獲得としました。タッチダウンしましたクォーターバック18番は渡辺、東京都立鷲宮高校出身の4回生です。キック成功、1点追加、立正大学49点、白鵬大学3点となりました。ここへ来て白鵬大学に大きなミスが出ましてさらにリードを広げる形になっています。続けざまに立正大学のキックオフで試合再開となります。さあ白鵬リターンに入りました。これは立正大学カバーよく白鵬大自陣15ヤード付近でのボールデッドとなりました。もうちょっと打ちないぞ。
白鵬大学ファーストダウン10パス不成功。ここでロングパスを投じましたが、これは立正大学見事にパスカバーしパス不成功としています。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。多くの方々のメッセージありがとうございます。浜田様、タックルレフト様、MM 様、ニコル様、アリス・イン・ザ・ワールド様、小倉様、メッセージありがとうございます。本日はなかなかメッセージを読み上げる状況が作れませんでして、なかなかそのコメントを拾うことができます、できなく申し訳ございません。皆様のメッセージが選手たちに届いていることを期待したいと思います。さあ試合再開となります。白鵬大セカンドダウン10さあ今度はパスをフェイクにしてランプレーに展開しました。何枠96番ハンドオフを受けて左オープン展開し、失礼しました、タイトルの96番が左オープン展開しまして約6ヤードのゲインとしています。白鵬大学サーダウン6ここでパスを投じようとしましたが、しかしそのクォーターバックを立正大学51番が QB サーク、パスを投じる前に仕留めました。見事 QB サックしたのは立正大学51番の平野、厚生学院高校出身の2回生です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして立正大学49点、白鵬大学3点、攻守方向を変えまして最終クォーター第4クォーターに移ります。